皆様おはようございます。大学生男子3人を育てるシングルファーザーです。今日の動画はね、1週間分のねお弁当をお届けする内容となっております。まあ、ただね、実際は月曜と木曜しか作ってないので、ちょっと総集編という形でねご覧になっていただけたらと思います。新年度になってね、お弁当作りもね、ちょっと落ち着いてきたかなっていう方もねいらっしゃると思うんですけども、なんか最初ってねちょっと気合い入って頑張っちゃうんですけども、結構だんだんね嫌になってくると思いますのでね、この動画ね見ていただきまして、なんかちょっとやる気を持ってもらえたらね嬉しいなと思います。初日はハンバーグ弁当をね作っていってるんですけども、だんだんね週末になっていくとね、私のことですからねサボっていくのでね、初日はね少し気合い入れてハンバーグを作っていきたいと思います。で、分量なんですけども、お弁当作るときって晩ご飯の分もね一緒に作ってしまうので、ごめんなさい、ちょっとお弁当の分量はね、わからないんですけども、いつも通り作っていらっしゃる分量でお願いします。卵3個。ナツメグがあったら入れてください。ハーブ系のソルト適量。これね、パン粉入れすぎちゃったのでね、粘りがね、全然出なかったのでね、かなり混ぜるの大変でした。アスパラを4センチにカット。お塩小さじ2。1分ほど茹でたら冷水にとる。スパゲッティ1人前。これお弁当に入れますのでね、流水でぬめりを取ってください。さらにね、油でくっつき防止のコーティングをしていきます。米油だったかな、米油、これ沖縄で買った万能だれなんですけども、めちゃくちゃ美味しかったのでね、即買いしちゃいました。シークワーサーとか入ってね、さっぱりした味ですね。ハンバーグの種をお弁当に入りやすい大きさに成形、成形。これハンバーグってへこませますよね、これ。これなんでへこませてるのか、ちょっとよく分かってないんですけどね。とりあえずへこませます。焦げ目がつくまで片面を焼いていく。白ワイン。爪楊枝で刺して透明な肉汁が出るまで焼いていく。広島のおたふくソース大さじ3。ケチャップも大さじ3。そして後からね思ったんですけどね、ちょっとこれひき肉のね油がすごく出てるので、ちょっと一旦ねこれキッチンペーパーで拭き取った方がねいいかなと思いました。でしっかり絡めていく。ゆで卵を切っていきます。これ包丁にねラップを巻いて切るとね、黄身がね崩れずね、すごく綺麗に切れますので、ぜひねやってみてください。詰めていくわよ。詰めていきます。こういう、ね、狭いところはね、こういうパスタとかね、人参しりしりみたいなのとかをいつも入れるようにしています。でこちらがですね、ダイソーで買ったねニューアイテムなんですけど、これ皆さん知ってますかね。こうチーズの上に乗せてこうバーンって押すと型が取れるんですよね。でそのチーズを乗せると、こんなね感じになるね、すごくおしゃれアイテムなんですね。違わん？待って、こっちじゃん。間違えた、こっちだった。最悪すぎる。チーズ2枚しかないのに最悪だ。バカ、反対だよバカ。もうちょっと待って、失敗したくない。ここまで来て失敗したくない。これでいいんだよね。こうだ。ちょっともう一回見とこう。ちょっと待って。あ、これじゃなかった。この機械じゃないですね。最悪だ。どうしよう。もういいや。でもこれ潰れるよね。絶対無理じゃん、もうこれ。無理じゃん。無理だ。あー、やっちゃった。もう俺はやっちゃったぞ。どうしよう。じゃあ分かった。もう分かったよ。もう怒った、わしは。わしは怒った。ということでね、
まあ、網目のチーズにするっていうのはね、失敗したんですけども、まあ、切り取ったチーズをね、乗せていって、まあ、なんとかね、リカバリーしたって感じですね。でも完全これだと思ってね、買ったんですけどね、違いましたね。このままだとね、チーズが浮いてしまったので、まず我が家のね、殿下の宝刀で、ちょっと一発チーズをね、溶かしていきたいと思います。で、ふりかけをかけたら完成です。まあ、これはこれでね、自分的には満足してます。はい、それでは2日目に行ってみましょう。これ、わやって岡山弁でめちゃくちゃって意味なんですよね。わやじゃ、わやじゃと。ちょっとよくなると面白いですよね。これはね、あの視聴者様からいただいたあの T シャツなんですけど、まあ、いろんなものをね、頂戴しまして、ちょっとご紹介できてないのでね、本当に心苦しいんですけども、あの、ちょっとちょいちょいと小出しさせてもらっておりますので、ああ、これ私のやつだって感じで、ちょっと動画見てもらえたらなというふうに思います。本当にありがとうございます。鶏ももを1枚使います。食べやすいね大きさに切ってください。ネギもね鶏肉と同じ大きさに切っていくんですけども、まあ、先にあのタレが染み込みやすいようにちょっと切れ目をね全体に入れていっております。でその後 2,3 センチの長さに切っていきます。まずはね、これ皮目からね、焼いていきますのでね、フライパンにそのまま乗せてください。油はね、敷かなくていいと思います。で、乗せたお肉の周りにネギを入れていきます。で、その間にタレを作る。醤油大さじ2。みりんも大さじ2。砂糖は大さじ1ですね。混ぜ合わせて。で、焼き鳥の上にかけるね、海苔なんですけども、切ってるやつね、売ってると思うんですけどね、結構お高いので、うちはこうやって切ってね、作ってます。なんかもっとね、買ったやつは細いのでね、綺麗なんですけどね。まあまあ、致し方ないって感じですね。で、皮目の方がね、焦げてくるまで、まあ、触らずにね、そのまま、焼いといてください。で、ネギにも焦げ目をつけたら、タレを鍋肌から回し入れます。で、一煮立ちしたら完成。めっちゃ簡単ですね。詰めていってください。まあこれはもう乗せるだけなのでね、今日ちょっとお弁当めんどくさいなとかね、ちょっと寝坊しちゃったっていう時はね、こうやって簡単なのっけ丼弁当みたいなのがね、便利かなと思います。タレを小さじ2から3かけます。あんまりかけるとね、ちょっとお弁当がべちゃべちゃしちゃうのでね、ちょっと少なめの方がいいかと思います。お好みで七味をかけて、あとこれはね、結構買うんですけども、糸切りのね、唐辛子なんですけど、見た目がね、結構いいのでね、よく買います。これダイソーなんかにも売ってたかな？確か100均で買ったはずです。はい、あっという間に2日目、焼き鳥丼弁当の完成です。うん。うん。はい、それでは3日目行ってみましょう。で、まずは海苔を巻いた卵焼きから作っていきます。え、固っ、え、え、何固い、え、びっくりした、ゆで卵かと思った。卵4個、砂糖大さじ1/2、白だし大さじ1、お水大さじ2。これ白だしっていうんですかね、白だしなんですかね。なんか結構そういうのがね、意外とわからないんですよね。あー、すごい縮む。あの、海苔が縮むのがね、面白くてね。海苔？海苔？海苔？
ラップで巻く。巻きすで巻いたら完成です。レンコンの水煮、顆粒のだし1パック、簡単酢を入れます。きゅうりのヘタを切る。謎の儀式。ちくわを2センチの長さに切る。で、今日はね、ちくわの、ちくわにきゅうりをね、入れるやつよくわかんないけど、それを作ろうと思うんですけど、これ初めてやったんでね、結構失敗して、これ失敗例なんでね、一回見てもらいたいんですけど、まあ、これもね、ちょっと、うまくできなかったです。ちょっともう一回説明しますとね、でこれちくわとね同じ高さに切ってください。これ高さですね。でちくわの穴と同じ幅に切る。な感じですね。あと切るポイントとしては、きゅうりの平たい方をね残してください。まあ残った平たい方に十字の切れ込みを入れていきます。これね、慎重にね、真ん中をね狙ってください。まあ皮をね切り取ってください。ちくわにね入れやすいように反対側はねちょっと斜めに切ってね、細長くしてください。こんな感じでね、細く、ちょっとこれやりすぎたんですけど、まあ、ちょっと細くね入りやすいようにね斜めに切ってください。そうするとね結構綺麗な感じでね、これ出来上がりました。どうですかね、見た目も結構いいですよね。でね、結構残っちゃったので、残った歯切れはねこうやって集めて、まあ、簡単酢とね、すりごまを入れてね、酢の物にしてね、ちょっと冷蔵庫に保管しておきました。グリルのね汚れ防止で銀紙を敷いていきます。お魚ねほんと高いですよね。ちょっとたまにしか最近買わないです。生姜焼き用の豚肉を4枚、叩いて柔らかくする。1センチの幅に切る。塩コショウ適量、片栗粉を全体にまぶす。ちょっとねめんどくさいですけど、仕上がりもねだいぶ変わりますのでね、全体にしっかりまぶしてください。でこれ片面がねカリカリになるまでね触らずにね、そのまま焼いていきます。砂糖大さじ1、酒大さじ1、お醤油もみりんも大さじ1ずつ入れていきます。豚肉の甘辛炒めと鮭が焼けました。で卵焼きをね切っていきます。もう一回ねこれリベンジですね。詰めていきます。鮭って私詰めるのがねあんまり得意じゃないので、のっけ弁当みたいになっちゃうんですけど、結構ね見栄え重視するのは難しい感じですよね、鮭って。彩り要因を入れたら完成です。はい、それでは4日目です。4日目はねちょっと寝坊しちゃったのでね、朝ごはんみたいなねお弁当になっちゃいました。これ今度ねバーベキューしようかと思ったんですけど、ちょっとこれをもう急遽使ってしまいました。寝坊はねしてしまったんですけどね、ちょっと切れ込みだけはねたくさん入れておこうと思います。卵4個、目玉焼きですね。時間がないのでね同時に焼いていきます。本当はね卵焼き器でね焼くと良くないんですけど、便利なんでねいつもね使ってしまいます。ちょっとお野菜がねないのでね、じゃあネギをぶっかけました。で目玉焼きをのせて、目玉焼きって皆さん何で食べてます？うちのなんか両親はね醤油だったんですけどね、なんか学校行って醤油って言ったらなんかえーって顔されたんで、なんかそれ以来塩コショウにしてます。まあ、醤油も美味しいんですけどね。
てネギを散らしたら完成です。ちょっともう本当朝ごはんですね。長かったお弁当作りも5日目となりました。これでねやっと割れますね。マヨネーズ大さじ3マヨネーズ大さじ3、もったいないのでね、最後の最後まで使っていこうと思います。スイートチリソース大さじ2、しっかり混ぜたら1つ目のソースの完成です。でもう一度マヨネーズ大さじ2、今度はね練乳を入れますね。練乳大さじ1、これもしっかり混ぜて2種類目のソースの出来上がりです。卵3個、砂糖大さじ1、お塩少々、お水大さじ3、白身がなくなるまでねしっかり混ぜた方が最後ねきれいに仕上がります。バター 50g で、これはあの私の師匠から聞いたんですけども、バター使うときって一回切るじゃないですか。でその後ねこっち側を使うんですよね、これで。この切った端はもう一回くっつけると、そうするとねベタベタしないっていうのでね、あの私とね同じぐらいイケメンのね師匠が言ってましたのでね、ぜひ参考にしてください。溶かしたバターで食パンを焼く。両面ね焼いていきます。でちょっとね焦げ目がつくくらいの方がねなんか仕上がりもいい感じになりますね。ベーコン4枚、バター 50g で、ここでポイントなんですけど、弱火でねゆっくり焼いていきます。あのフライパンの端からだんだん火が通ると思うんですけど、まあ、そこをねぐる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 、これ必ずねシリコンとかゴムベラみたいなのでねやってくださいね。フライパンね傷ついちゃいますから。で先ほど作ったソースを塗ります。でですね、これ出来上がったものを紙袋に入れるとねおしゃれなんですけど、ちょうどねいいサイズ感なかったんでね、こうスタバの紙袋を切ってね使ってます。あの100均とかで売ってるねマチがついてる紙袋でいいと思います。直接入れるとね少し気になりますので、まあ、クッキングシートでもう一回ね袋を作って入れていきます。で先ほど焼いたパンを合わせて中に入れて開きますね。でそこにベーコンを入れて、卵で、これ、ね、チーズを入れるの忘れてたんでね、まあ、先にチーズ入れてもらった方がいいかもしれないですね。チーズを入れていきます。でこれ正直言いますと失敗してるんですよね。卵がね下にどんどん沈んでいくので、見た目にこだわらないんだったらこれ立てない方が絶対いいですね。見えないですけど下にこれパンの耳を入れて上げ底してるんですね、これ。で先ほど作ったマヨネーズと練乳のソースをかけます。で韓国ってなんか甘じょっぱいが多いですよね。好きな人も多いんじゃないですかね。癖になりますよね。僕も甘いとしょっぱいちょっと苦手だったんですけど、最近は結構ドハマりしてるというか、こういうのすごく美味しいなって思うようになりましたね。はい、お弁当作り5日間いかがだったでしょうか。いつも朝早く起きてね、本当にお弁当作りってね大変だと思うんですけども、まあ、ちょっとねこの動画見てお弁当作り楽しいなって思ってもらえたらねいいかなと思いますのでね、ぜひ何かのね参考にしてみてください。それじゃあねもう少しね動画が続きますのでご覧ください。んちゃん食べる？食べる。どうした？疲れた？お疲れさん。多分ね、うん、終わったといえば終わった。じゃこれ食べな、そこ置いて。あ、ちょ、持ってくる。重たくてしょうがない。危ないよ、コーヒー入ってる。ありがとう。すごくない？何これ、ごつ。はい、ということでですね、今話している会話はお兄ちゃんがついに動画の編集をしてくれております。実はね急に編集しよっかってね言ってくれてですね、まあ話半分で聞いてたんですけど、本当にねやってくれたのでね、次回の動画は完全お兄ちゃん編集の動画が出ますので、ぜひお楽しみにねしてください。でテイストはかなり近いので多分わかんないかもしれないですね。あ、ちなみに私より全然上手でした。ということで次回の動画ね、ぜひ楽しみに待っていてください。
それじゃあ今回の動画はこれで終わります。またね、バイバーイ。